海保先生は、東京都出身の元バスケットボール選手、スポーツ指導者、元バスケットボール男子日本代表、日本プロサッカーリーグに所属する、サッカークラブである鹿島アントラーズ及びモンテディオ、山形の運営会社幹部を務めていたことでも知られる。東京都出身、立教大学経済学部経済学科を卒業後、住友金属工業に入社、老球団に所属し、 1964年、東京オリンピックのバスケットボール競技において、日本代表チームの一員として活躍した。現役引退後は、立教大学体育会バスケットボール部の監督を経て、住友金属の監督も歴任した。住友金属の監督退任後は車業に戻り、建設エンジニアリング事業本部副本部長などを歴任した。百九十六年四月、 住友金属が出資して設立された J リーグ鹿島アントラーズの運営会社鹿島アントラーズ FC に出向し常務取締役を務めた2000年10月に退任鹿島退任後は2001年5月からバスケットボール女子日本リーグ機構専務理事を務め2003年5月からバスケットボール女子日本リーグ機構顧問に就任住友金属退職後は 地元の千葉県で総合型スポーツクラブの立ち上げに尽力していたという。2006年、J2 のモンテリオ山形を運営する、社団法人山形県スポーツ振興21世紀協会の理事長を退任した金森義弘の公認選びの際、斉藤博士山形県知事が、日本サッカー協会会長の川淵三郎に人選を依頼し、その紹介を受けて5月24日の、 第18回通常総会で新理事長に就任。しかし、解保自身山形に遅延がなく、この人事が県知事によるトップダウンだったこともあり、理事会やフロントからは決して歓迎されていなかった。本人も当初、周囲の目は冷ややかだったねと後に語っている。当時のクラブは金森の経営計画のずさんさから約1億3000万円という、 大幅な赤字を抱え、その補填策として J1 昇格のための準備金を取り崩さなければならなくなり、一方で予算規模は7億程度にとどまるなど、内外にその厳しい台所事情を露呈。また、チーム成績も2年連続で会に低迷していた。一方で、ホームゲーム前にはサポーターの輪に加わって意見を交わし、サポーターからは過剰と言ってもいいくらい、 の期待を感じ取り、ここから手腕を発揮することになる。経営基盤強化のため、講演会特典の無料入場を廃止し、さらに入場料を値上げした。また、11ミリオンプロジェクトグループを立ち上げ、サポーターや諸団体との懇談会、BM ミーティングを開いて入場者数増加や、ファンサービス向上のための対策を練り、実行に移していった。これらの改革には、 前理事長時代からのフロント職員などが反対、抵抗するなど、味方はサポーターだけという厳しい状況だったが、結果として入場者数、入場料収入を増加させ、事業規模を倍にするなど成果を上げた。チーム強化では、俺はサッカーのことはわからないから、と現場には口出しせず、代わりに、鹿島の前身の住友金属工業、集球団時代から、 鹿島のスカウトとして活躍し、すでに第一線を退いていた、平野勝也を、協会育成アドバイザーとして招聘、後に、チームの主力となる、山形組合と瞬獲得のための道筋を作る。さらに2007年には、前身の NEC 山形サッカー部の創設に関わり、スポーツ山形21への移行時に作業に戻っていた、中井川重瓶を GM として10年ぶりに、 クラブに復帰させ、鹿島で活躍の場を失っていた DF、石川達也の獲得にも尽力。翌2008年には、中井川が大分トリニータを J1 に昇格させた実績のある小林真二を監督に招聘。公益法人で成り立つチームの特色から、運営資金は少なく、主力の多くをレンタル遺跡に頼る形ながら、 小林の堅実な守備をベースとした戦術はチームにフィット。短期間で力をつけたチームは、豊田洋平らの活躍もあり快進撃を見せる。この年、J2 を2位で終え、海保の就任から3年目で J1 昇格を果たした。2009年、初昇格に大きく貢献した豊田が遺跡。実績のある、古橋達也や一部のレンタル選手が完全遺跡を、 果たすも、戦力の見劣りは否めず、近年の昇格チームの不信もあり多くの専門家に降格を予想された。しかし、J1 初戦のジュビロ岩田戦を6から2という大勝で飾ると、序盤8節で4勝、勝ち点14を獲得する。以降は苦戦を強いられたが、この年降格した3チームに4勝2分と要所で、勝ち点を重ね、最終節を残して、 残留を確定させた。そして、最終節、試合終了後の関係者挨拶で、戦前の予想は、断突の再会。ざまあみやがれってんだ。と叫んだ解放に、場内は笑いに包まれ、歓声と拍手が送られ、挨拶後には、解放ールが巻き起こった。翌2010年も、広角候補に挙げられながら、 田代雄三らの活躍で残留を果たしたが、心筋梗塞の発作に見舞われたこともあり、この年の3月をもって健康上の理由により、勇退した。山形の理事長退任後は、地元の千葉県に戻って、活動を続けていた。2015年4月19日、胆管癌のため、73歳で死去。ありがとうございます。